はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ラブ4 PHV ですね。売れに売れてる PHV ということで、もうねこれ売り切れちゃったんですよね。次ねいつ発売になるかわからないんですが、いやー本当にね、ラブ4ってね急に人気が出たなという感じですよね。みんなねこういう四角い車を欲しがるんだなという感じです。やっぱ SUV の中でもねこういう四角いデザインのタイプは、人気があるんですね。私ね車の動画をよく出してますので、もしよろしければ、皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではね、メガウェブで見てきた様子ご覧ください。どうぞ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちらラブ4の PHEV ですね。これね今もう売り切れてるんですよね。すごい人気で、電池の需要が間に合わないっていう噂ですね。それで、このせっかくね販売したんですが、今販売が滞っているというものになりますね。ただこれ見てください、 PHEV の充電、こっから側面からするんですね。ホンダ E とかリーフは前からね、する感じでしたが、これは横から充電するんですね。そうそう、この充電を使って、この車の充電を使ってこんなキャンプができるよという新しい提案ですよね。ほら電磁調理器がいっぱい、こう扇風機とかも使えて、スマートフォンも、ちゃんと、充電できるといったものですね。いやこれ夢のアウトドアシーン、火を使わないっていいですよね。ちょっとね内装先に撮らせてもらおう。はい、シートはちょっとこれどうなん、このステッチなんかガチャピンというか横のラインで、お腹のラインちょっとこの横あんまりやったな、これなんかちょっとザラザラするし、はい、お邪魔します。はい、ちょっと今ねここ手を入れた感じ、ここはゴムゴムしてます。こんな感じやったっけ。他のとこは結構質感いいんですけどね、わざとこっちの手が引っかかるようになってます。はいはいはい、久しぶりのラブ4さん。やっぱねほらこういうチー充電、スマホを置いたら充電できるやつ、あこれやっぱレベル高えな。今ちょっと座った感じね、シートのホールディングもなかなか良かったですよ。意外とスポーツしてるなという感じです。確かねこれ走りがものすごい良かったはずですよ。モータージャーナリストの方々はこれ乗るとすごいね、なんか新しいスポーツカーだと、新しい形のスポーツカーだというぐらいハイパフォーマンスな車なんですよね。電気とガソリンともうこれ両方使えますんでね、もう走行距離も何だその、あ天井が開くんかな、あこれ今ボヨンボヨンってなってるけど、これ開くよな、これ開くよな、なんか今電源が入ってないんで、あボンネット開きました。見てもよく分かりません、すいません。これがね PHV なので、一応ガソリンエンジンがついてます。でこのオレンジのコードが大体これ電気関係なんですよね。ということはモーターがこの下にあるのかな。これが今売り切れ続出の、あこれか、これがそうや。ちなみにお値段、あ539万か、めちゃくちゃ高いってわけでもないか。エンジンで177馬力か、これね馬力見るよりトルク見る方がいいんですよね。エンジンのトルクは219ニュートンメーター、フロントモーターが270万、すごい。リアモーターは121ね、フロントとリアにモーターがあるんですね。600、すごい。600ニュートンメーターぐらいのフルで、こんなんもうすごいスポーツカーやん、600ニュートン。大体ね、車を動かすのが馬力というか、ニュートンメーターで見た方が、その車のパワーがすごい分かりやすいということですね。すごい。こいつはすげえぞ。あー、後ろこんな感じね。すごい。もうキャンプ道具、何のその、広々ですね。あ、でもちょっと床面、ここは結構、
なんていうの、つらいちぐらいへこんでないんで、縦にはそんなに詰めそうになさそう。でもまあ十分ひどいわな。やっぱこれね、あの人気があるっていうのもそうなんですが、やっぱ電池の需要問題で今売り切れになってるということですね。こちらは400万ぐらいかな、確か。あ、そうそう、安いの274万からだよ。これは売れるわ。で、一番高いので400万か。なるほど、270万でガソリンタイプだと思うんですけど、これは買えちゃうんですね。いや、すごいな。ラブホーも人気が出ましたよね。私が知ってる時代のラブホーはキムタクが、ね、宣伝しましたけど、それから比べるとだいぶ質実剛健な大きいデザインになりましたね。あ、やっぱこっちのシートもあれガチャピン、ガチャピンシートなんや。ここゴムやからちょっと気になる。あー、こんな感じね。うん、後ろ余裕の広さ、余裕の広さです。上も余裕ね。これ十分広い、大きい。でもこれ大きい車ね、ちょっと乗りづらいっていう時もありますけどね。あ、ちょっと足元はボコッとしてるんやな。この方が、ここをボコッとしてる方が、あのボディ剛性がいいっていう噂もありますね。後ろもシートヒーターついてるのか。はい、というわけでトヨタのラブフォー BHV でした。いや、これ本当に憧れるわ。これ憧れるからちょっとサムネにしとこう。これサムネこうかな、こうかな、これ、あ、いいね、こうだな、あ、いいね、この感覚。はい、というわけで、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、グッドボタンもよろしくお願いします。ラブ4 PHV でした。じゃあね、おー。